どうも、奈良コミの大高です。今回は奈良県のカフェランチをご紹介いたします。ボリューム満点のお店からおしゃれな雰囲気で唯一無二を感じられるお店なども登場いたしますので、ぜひ参考にしていただき、皆様も行ってみてください。それでは早速レッツゴー。絶対に気づけない場所にお店が、迫力満点洋食プレート。はい、というところでこちらラウンド会さんの方に到着いたしましたと。ラウンドモーターさんの奥の方に入ってきてもらえたら、ドッグランのスペースとかとカフェがね見えるんで、まあ、分かるかなと思うんですけど、ちょっと道沿いからは見えにくいから今まで気づかんかってんな。ね、こんな奥まった場所にあってんな。で、中に入ってもらうとね、Pって書いた駐車場とワンちゃんのね足跡があって、ちょっと可愛らしいおしゃれなんかもされてますよね。ほんまやな、足跡あるやん。軽自動車止めるところと一般車止めるところ2つあるっていうところで、こちらのカフェが2022年の7月に誕生したカフェなんねんな。割と最近やね。営業時間が11時から17時やねんけども、土日祝に関しては11時から18時なんで、1時間だけ長いっていうところなんですよね。定休日は不定休というところですと。で、こちらカフェ使いもできるし、ドッグランだけ利用することもできるんよ。いけるんや、ドッグランだけっていうのが、うん、ただね、そのドッグランやるにあたってもいろんなね条件なんかもあるんで、そこは確認してやってもらいたいなと思います。で、ドッグランだけの方は右側にね窓口があるんで、そちらの方で受付して支払いしてっていう形になります。で、カフェに関しては左側にね、まあ、入り口があるんで、そちらの方から入っていただくと。ドッグラン見る感じでもなんか子供たちでもはしゃげそうな。な、結構広々してるよね。で、これね、小型犬とか中型犬、大型犬で分かれてるんよ。だからあんなフェンスで囲われてるんや。そういうことです。結構ちゃんとしてるっていうな。そうなん。っていうところで、じゃあ早速お店行きましょうか。行きましょう。はい、というところでね、店内の方に到着いたしまして、すごい清潔感のある店内で、うん、やっぱもうザ・カフェって感じやな。そうやな。2人掛けのテーブル席とソファー席と、あとカウンター席もあるっていうところで、ね、結構人数入れるし、例えばこのソファーがあるからワンちゃんと一緒にね座れるとかもいいよな。ね、ちょっとなんか低い感じするよね。そうそうそう。あとリードフックなんかもついてるし、うん、やっぱ店内のなんか内装の壁とかにもね、ワンちゃんの足跡の絵とか書いてておしゃれよね。そうやんな。あとフォトスポットなんかもあったりね、うん、ワンワンってやん、ワンワンお手逆じゃない。そうじゃない。はい、いいですというところでちょっとメニューの方ね見ていきましょうか。メニューがこちらで、まず1枚目がこういった形の、まあ、ドリンクメニュ ー、まあ、ドリンクメニューも豊富にあって、まあ、コーヒーゾーンであったりとか、こういった、まあ、ジュース系や なバナナオレとかイチゴオレ、あ、クラフトコーラとかもあるんだよな、ハニーレモネードとか、これも手作りらしいな、ね、自家製のってで、こういったピーチソーダとかね、まあ、いろいろありますよっていうところで、すごくメニューも豊富。これも気になるな。ラウンドカフェのミックスジュース、こちらがランチメニューで、ランチは11時半から2時半、14時半ですね。見てください、これ本格的な若鶏の唐揚げセット、ロコモコ丼、季節の野菜チキンカレー、そして有頭エビフライ2尾、ラウンドプレートで、本日のデザートセットっていうのがありますと。ラウンドプレートってなんなんやろな。気になるよな、ね。こちらが、まあ、単品メニューやな、軽食、うん、フライドポテト、ソーセージホットドッグ、ツナバジルのホットドッグ、唐揚げ&ポテト、自家製チキンカレーとか、こういったスイーツでティラミスとかニューヨークチーズケーキとかね、濃厚ガトーショコラ、アホガード、ソフトクリームっていうのもありますと、うん、こんな本格的なやつもあんねんな。スイーツプレートやって。こちらがワンチャンメニュー、手作り牛タンジャーキーとかね、チキンロール、鶏ハンバーグっていうのもありますと。へえ、すごっ。私なんかお店で作られてるよね、機械置いてて。そう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 。ちなみにこちら店内にね、まあ、ペットと一緒にねご飯食べるときに、まあ、ルールみたいなのがありまして、マナーパーツとリードはね必要になりますと。リードに関してはね販売してくれてるんで、まあ、そちら購入することはできますと。で、持ってない方は、まあ、テラス席でねご飯いただくことなんかはできるので、お店の中は無理なんですけども、テラス席で楽しんでもらえたらなと思いますね。あとそうやってルールがきちんとね定められてるんで、ペットをお連れでないお客様も気軽に来れるお店かなって思います。お店のこだわりだけも先にお伺いしても大丈夫ですか。家族みんながワンちゃんも家族みんなで楽しめるお店をコンセプトしております。お父さんは車を見ながら、うん、お子さんはワンちゃんと一緒に遊ぶみたいな形のみんなで楽しんでいただけるコンセプトにしております。すごい素敵な空間やもんな、ね、で、一つ思ったんが、はい、今お料理届いたんですけど、はい、めっちゃ本格的じゃないですか。はい、全部手作りで、ケーキも全て手作りでございます。すごいよね、なんかその、はい、そのドッグランができるって聞いたら、はい、ペットがいないとちょっと行きにくいのかなみたいな思ってたんですけど、はい、これお料理目当てで来るのありですね。はい、もう皆さん結構ワンちゃん行ってない方も来ていただいてます。いや、これはマジでありやわ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきますというところでね、まずはロコモコプレートの方からね、はい、
いただきたいなと思いまして、ね、すごいなんかこのロコモコって今までの見た目でもうちょっとさイメージしたものと違ったのな。そうやんな。まさかこんななんかなんて言ったらいいやろな、なんかオムライスみたいに盛り付けてくれた。そうやんな、迫力あるしな、下チーズなんや。そうなんや。おいしい。おいしい。まずハンバーグめっちゃ肉肉しくてジューシーで柔らかいよ、ね、柔らかい。でこのソースがうまいな、また、うん、ビーフシチューみたいな感じのな。そうやな、デミグラス系の、うん、めっちゃうまい。でそこにチーズと卵が乗ってるからもう最高やで。最高やな、これめっちゃうまいな、ね、そこにドリンクで自家製レモネードってところで飲んでください。そんなに甘ったるくない。嬉しいのかな、うん、このレモンの切れ端が贅沢に3つ入ってるっていうな、うん、じゃあラウンドプレートっていうところで盛りだくさんすぎる。メインの有頭エビフライ頭つきやで、ね、なあこの煮込みハンバーグになるんかな。ハンバーグね。でその下にこの唐揚げ、そうやな、唐揚げチキン系やな多分、うん、まだちょっと中分からんからあれやけど。でまあサラダとかね、付け合わせね、付け合わせ、デザートのティラミスも、ティラミスかなあると。でスープもついてる。でスープもついてくると。めっちゃええやんこれ、なすごい超合成やな。前やったらこれやな、前やったらこれや な、びっくりした。おお、もうちぎれそう。でかまあでもちゃんとあれやな、あのちぎりやすくしてくれてるわ。うまやな、うん、ちょっと待って、これ身のでかさやばない。わかる、わかるわかる、もうでかいやろ、うん、ちょっと豪快にタルタルつけていただくわ。はい。うん、しっかりエビのプリプリな身やし、あとね頭のところに近かったからちょっとエビの味噌の味もするんよね、うん、僕の今食べた方はめっちゃ美味しいよこれ。うわこの味噌うまいそっち食べてる人初めて見た。じゃあ次ちょっとこのハンバーグの方、これ多分やけどさっきのロコモコのやつやんな。そうやんな、多分一緒。でももうあの入れた瞬間さ、フォークめっちゃ柔らかくて崩れたもん、うん、うん、うまいわ。このハンバーグめっちゃ美味しい。歯いらんね、歯いらんし、あとこのさソースがうまいな、美味しい。このソースもうパン塗って食べたいわ確かにな、余すことなくいただきたいな実は裏にチキン隠れてんねん。そうなんよ、しかもめっちゃでかないそれ、中がすごいジューシー、やばいなこれ。いやこちらのプレートはねティラミスついてたのと、ポンちゃんの方はデザートセットっていうところでガトーショコラになったの、うん、じゃあちょっと食べていこうぜ、うん、まずティラミスから食べるか、うん、美味しい。ふわふわやな、スポンジふわふわ、甘さもな、うん、グンとくる感じないやん、苦さとかもないやん。そう、苦くないから嬉しい。ガトーショコラも食べるぜ。おお、いいね。うん、お結構しっかりねっとりしてるな、ね、濃厚さも感じられるし美味しいですね。美味しい、ちょっとビターめな、うん、甘すぎひん。ごちそうさまです。店内の雰囲気がまるで夢の国、メインが選べる絶品プレート。今回お伺いさせていただいたのは奈良県橿原市第五町にあるカフェダイニングトイボックスさん、ウェルカムトイボックス。店内は木のぬくもりも感じながらちょっと海外っぽい雰囲気、いろんな場所にどこかで見たことあるキャラクターが、ちなみにこれほんの一部です。外にはテラス席なんかもございます。ちなみにクレジット払いも対応してくれてますよ。はい、ということでこちらトイボックスさんの方に今店内入ってきましたけど、まずめちゃくちゃなんかね、おしゃれてアメリカンみたいな感じですよ ね、めっちゃテンション上がるな、なかわいいし。まずこちらモーニングメニュー、こういったトーストのセットであったり、これはねあの果物スープ、ドリンク付きのセットなんですけど、うん、それだけじゃなくてもうモーニングからねこうがっつり食べたいという方もあの行けるようにモーニングプレートっていうこういったねセットのものがあったりとか、まあ、サンドイッチプレートなんかもあったりします。いいね、はい、とパンだけじゃなくておにぎりっていうこのご飯のセットもあるんだ。あ、珍しいね、なかなかの、うん、カレーもあるしな、うんうん、でセットドリンクはこの中からコーヒー、紅茶、ウーロン茶、アップル、オレンジ、グレープ、コーラ、カルピスから選べると。でこちらがランチになります。この店名にもなっているこのトイボックスプレートっていうのはメインの料理を2種類から選ぶことができて、ローストビーフ、チキン南蛮、デミグラスハンバーグ、エビフライ、カニクリームコロッケ、レーシャブっていうのから選ぶことができますと。みんなどれも食べたいな、はい、でドリンクはこのセットドリンク、セット価格で頼むことができて、これもコーヒー、紅茶、ウーロン茶、コーラ、アップル、オレンジ、グレープ、カルピスと TB カレー。ヨンちゃんはインスタかなんかで見た時にこのタコライスがすごい気になってるな。そう、めっちゃ美味しそうやって、お子様プレート700円でねあるんですけど、これすごいよな。そう、エビフライ、ハンバーグ、フライドポテト等々あってドリンクもついてると、うん、これ大人でも満足できるぞと思ったり、うんうんうん、なんとねエビフライがね有頭エビフライなんだ、ね、でこのカフェタイムは3時から注文することができるっていうところで、
まあ、オリジナルカレーとか BLC サンドとかチーズバーグサンドとかね、あのカフェタイムでもがっつり食べることもできますね。これも結構話題になってるこのスイーツだよね。すごいね見た目が。アメリカンサイズのね。フレンチフランスとかクロワッサンサンド、これは11時からラストまで頼めるんで。あ、そうなんや、いいな、うん、でフライドポテトとか奈良漬けのポテトサラダとかいろいろありますよってところで、ね、これコーヒーというところで、まあ、種類も豊富にありますよね、うん、ティーもありますよっていうところですね、まあ、自家製ジンジャーエールとかもあります。いいな、辛口や甘口やんねんな。てかマジで種類豊富やな、すごいね。はい、来たービール、すごいな、これ。いいね、もちろん、まあ、スーパードライとかそうなんですけど、オリオンビールとかバドワイザーとかコロナとかね、ハイネケンとか海外のね、ビールなんかもいただけて、カクテルか、スクリュードライバーとか聞いたことあるけどな。ねえ、ちょっと分からへんやつが多いな。まあでもなんか気になるよな。ねえ、うん、はい、すいません、お伺いいたします。注文なんですけど、はい、トイボックスプレートで、はい、メインが、エビフライとデミグラスハンバーグで、はい、タコライス、はい、あ、じゃあ以上です。キャベツの天ぷらで、下に七味塩をつけてるので、そちらつけてお召し上がりいただいてます。その手前の背の高い鉢が奈良漬けのポテトサラダとなっております。あ、これだ、はい、その手前の右側が新玉ねぎの醤油漬けですね。はい、そちらの方ですね。そのお隣がキウイとオレンジのマリネとなっております。こちら一番左のスープの方がエビのミルクコンソメスープとなっております。お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。めちゃくちゃ豪勢やな。ねえ、めっちゃ美味しそう。ほんで器からおしゃれやもんな。ねえ、お酒飲むやつやで。いや、思ったな。めっちゃ音楽的や。美味しい。おー、エビの香りが染みるな。このスープ飲むだけでももうここでしか食べられへんって感じの、唯一無二感も出るような。ではこちら言うてるぐらい、これ安いような感じにしてくれてね。ちゃんと行きます。身がめっちゃプリプリやん。これはもうボリューム感感じられるし、衣もねサクッとしてて美味しいんです。何よりこのタルタルがまたいいね。卵感の味がしっかりするタルタルソースで、めちゃくちゃ美味しいな、これ。ほんまにさ、うん、このご飯の器とか見たことある？こんなない。めっちゃおしゃれやな、うん、一つ一つがね。そうやね、こだわりがすごいね。な、とってもうまっ、うん、めっちゃジューシー、肉汁めっちゃ感じられる。肉肉しいな、美味しいな。いいね、ソースがやっぱうまいな。なんか生クリームみたいなのかかってる、うん、そうやね。見た目は結構濃そうやけどさ、うん、くどくは全然ないな。美味しい。ただご飯進む味やわ、まあ、メインで満足できると思うけどさ。確かに。他もさすごい気になってて、うん、まあ、まずこれ一番気になったのこの奈良漬けのポテトサラダ。奈良漬け嫌いな人多いからな。ね、どうでしょう。うまい。ちょっとね、その食感が、ね、シャキシャキっとして、まあ、コリコリに近いのがちょっと強い食感があって、奈良漬けの多分苦手な人ってあのお酒のあの感じが多分苦手だと思うんだな。一切感じるの、これ。芽キャベツの天ぷら、ないよな、こんなん。なかなかな、ないな。芽キャベツを食べる機会がそもそもそもない。うん、おいしい。シャキッとした感じも感じられるし、天ぷらにすることで甘みが深まるんかな、うん、おいしい。チーズかかってるね。チーズかかってる。野菜もたっぷり入ってるし、野菜いっぱいしね。トマトがやっぱみずみずしいし、何よりもこのミートソースっていうかな、これがね、おいしいね。これからの夏でも食べやすそうやな、なんか、うんうん、暑い時でも。そうそう、食欲落ちる時とかね。うん、うまっ、これトマトの味もしっかりしてるな。美味しいな、うん、めっちゃ食べやすいよ、うん、ペロッといっちゃうね、うん、一品一品めっちゃうまいっすね。唯一無二感がすごいっす、うん、ここでしか食べたことないものもいっぱいありましたし、
場のマネスの方が家もうずっと飲食の道を歩まれてきたって感じ。そう、うん、昨日じいちゃんが画家やってて。画家やったんですか。その橋置きの、これ佐々木すごいって。じいちゃんが描いたやつ。そうなんですか。これあの吉野川でガラスの丸なったやつはい。あ、そういう、そうなんや。何やったっけ、そういうガラスのこと。ちょっと忘れた。なんかお店のじゃあこだわりとかあれば。究極はそのテーマパーク。おお。ディズニーランド。はいはいはい。ああいう感じにできたら。なるほど。あの食べに来るだけじゃなくて楽しめる。エンターテイメントをだから感じられるところですね。出てるよな、もうそれは。出てる出てる。ごちそうさまでした。バスケのプロ選手も通う。がっつりオールバーグがやばかった。はい、というところでこちらお店の方に到着いたしまして、奈良県大和郡山市にあるアーリーというお店になっております。ここにあったやな。こちらがあの県道754号線旧24号線沿いにあるお店で、ちょっと行ったら奈良市の方やね。そうやね。はい、ランチ営業中とかね、上りも出てますね。ね、サロンとか書いてるからカフェだけじゃないん。隣にあるって隣にあるって感じなんやな。こうやって形でね、あのタコライスとかも出てるし、クロフルとかも出てるから、どういったお店なのか、ちょっとおしゃれな雰囲気あるよな。魅力が詰まったようなお店も外から見てて分かるやんか。実際行ってみたいなと思います。行きましょうか。去年の夏ぐらいにオープンされたんですよ。7月にオープンして、そしたら近くにバンジーちゃんのプロの選手がいることが分かって、後からたま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 シャープのお客さん来てくれるかなと思ってたんですけど、それよりもプロの選手がみんな来てほとんど毎日のように来てくれるような。すごい。練習施設があるですか、この近く。あ、体育館で練習してはるんですよ。で、今がちょうどシーズンオフになったんで、ちょっと落ち着いてるんですけども。やっぱ背とかめっちゃ高いですもんね。でかいですね、2メートル。2メートルとかですもんね。すごい。想像つかんわ。それからバスケを知ったんですよ。で、スポンサーさせてもらうことになる。アンビシャス好きな人はな、特に絶対来てほしい店やんな。ね。じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで店内の方にやってきまして、テーブル席とカウンター席があって、本当に一人でも数人でもね、まあ、来やすいお店かなと思いますね。基本的にだからまあ2人とかやんな。そうやね、うん、こちらカウンターの方には充電できるようなコンセプトもあるし、本当になんかゆっくりできる雰囲気の、うん、至る所にちょっとおしゃれ要素があるような素敵なお店やなと思いますよ。お隣にね、美容室併設されてて。そうなんよ。そっちはカフェのメニューを頼んで楽しめるっていうね。で、まずこちらのお店の店舗情報なんやけども、まず営業時間が10時半から17時で、こちら金曜日のみ居酒屋っていうので19時から22時30分やってますと。で、定休日がこちら土日祝でプラス火曜日やねんけども、6月から火曜日もなんかその営業される可能性があるらしいねんな。まあ、この情報に関してはまだ確定とかじゃないから、詳しくはねお店の公式インスタグラム等を見てもらえたらなと思います。土曜日なんかも開けられる日あるみたいなんでね、チェックしてみてください。で、駐車場に関しましては、こちらお店の目の前にね数台と、あとお店の横入ってた裏側に砂利の駐車場があって、まあ、そちら止めやすいんで、まあ、そちらの方にね止めてもらえたらなと思います。じゃあちょっとメニューの方見ていきましょうか。はい。まあ、こちらもおそらくランチメニューというところで、このバンビシャス奈良の選手もね人気っていうところで、アーリー人気ナンバーワンオムハンバーグっていうのがあります。こちら1320円で、オムライス 300g はプラス200円でできると。すごいな、すごいな。で、他にもこういった定番のね唐揚げプレートとか、あと牛カルビ丼とかバーベキューチキンとかね、そういったメニューもあるし、こういった量もね選択できるっていうのも嬉しいところやんな。うまいな、がっつり食べたい人は嬉しい。そうやね、なあ。他にもそのメニューとして、スパイスカツカレーとか、これ唐揚げ4つに変更とかもできるらしいし、あとポテトとかもねミニもあるし、唐揚げトッピング88円からとか、いいよなこういうのな。で、こういったドリンクなんかもありますと。ミックスジュースとかもあるな、コーヒーもあるしね、ゆず茶とかもあるらしい。これがセットやんな。で、他にもこういった形でロコモコプレートとかハンバーグプレートとかタコライスとかあるし、オムライスとかおろしハンバーグとか、ね、いろいろありますね。で、こちらねクロフルなんかもある、韓国で有名なクロワッサンとワッフルを融合させたやつやんな。そうそう、こういったスイーツメニューなんかもあるから、ゆっくりとくつろげるようなお店にもなってますね。で、本場韓国のキンパなんかも、ね、あるらしくて、なかなかこういったのも置いてるお店少ないと思うからね。確かにカフェで行ってるのはちょっと予想外だよな。
あとこっち居酒屋もな金曜日あるんやけど、どういう目にあんやろな。うまいな。地元にな、こうやってなんかそのプロチームがあるって面白いよな。そうやね、奈良県がこう活性化する一つのなんか。そうやね、そうやね、道というか分かりやすい。試合見ててスポーツってな、応援しがしやすいというか。いただきます。というところで、まずはこのオムライスの方を食べたいんやけど、迫力すごない？めっちゃでかいな、オムライス。めちゃくちゃでかい。オムライス？ハンバーグ？ハンバーグ。そうそうそう、オムライスと同じぐらいハンバーグのインパクトもあるよな、ね、一緒に食べたいな、どうせやったら。そうやな、うん、おぉ、うまっ。ハンバーグ、うん、すごいこう何ふわっとしてて、なんか溶ける感じがあったんやけど、今肉肉さも感じるけど、なんかそのそんなこうくどいっていう感じじゃなくて、このソースもデミグラソースなのかな、これ、うん、これはまた食欲そそるわ。この量余裕や。さすがにバンビシャスのセンスも余裕で食べると思うね。大盛りできるからな。あ、まあこれでも大盛りレベルあんねんけどな。 200g もな、ご飯。うん、だケチャップ系のオムライスじゃないやんか。あ、デミグラス系、デミグラス系の。そう、ちょっとでもあれは中はケチャップライスみたいになってんねちゃん。うまいな、うん、ハンバーグすごい大きいやんか。うん、このお肉の感じとソースが合わさった瞬間の最高な感じが、めっちゃ美味しいやん。困らんくなるやろ、うん。じゃあ次ちょっとタコライスか。すごいね、このタコライスも。野菜がボリボリやなあ。でこのソースが、あの辛いソースと辛くないソース選べるらしくて、で辛いソースでどれぐらいの辛さなんですかって、そこまで辛くないとおっしゃったから、うん、辛いソースを今回選びました。なるほど。いただきます。どうぞ。うまいわ、タコライスこれやばいわ。なんて言ったやろ、このちょっと香辛料の、でもその味わいがもう癖になって、めちゃくちゃ美味しい。野菜もシャキシャキやし、でこのミンチがまたいいね、食感が、うん、オムライスも捨てがたいけど、いやこれ僕めっちゃ好きかもしれん。タコライスお肉とか の、 その油とかもこう出てんねんけど、うん、ご飯がべちゃべちゃになってない、そこがまた美味しいわ。辛さは確かに全然辛いってわけじゃないわ、うん、まあ、もちろん喉の奥ら辺でちょっとピリッとするときあんねんけど、うん、そんな辛いの強いですっていう感じじゃなくて、うわ辛くて食べれへんとかじゃない。うーん、ほんのりタバスコっぽい感じの。そう、ほんのり、ね、そう。キンパも食べる？キンパ食べたいな。キンパがこれ1本だから、そのハーフと1本が選べて600円らしい。安いよな。韓国名物らしいな、ね、たくあんとか入ってるのこれ、うん、食感がまず楽しい、うん、ボリボリな、ボリボリで、で、まあ、ごま油の風味がふわっとすんねんけど、そんなになんか強い風味って感じじゃなくて、結構しっかりとお米の感じも楽しめるし、美味しいな。なんか韓国系の食べ物で辛いイメージだったけど、辛さとか全然ないよな。ないな。なビビンバ食べてる感じ。そう、ビビンバをコンパクトサイズにして、うんうん、でそこにたくあん加わってみたいな感じ。でもどうボリボリして、なんかより手軽な感じやね。ビビンバとかって結構タレとかでさ、うん、ベチャっとなって濃い感じの味はあるやんか。美味しい。そうじゃないよな、うん、美味しいなこれ。止まらんこれも、癖になるやつやな。こんな美味しいねな、キンパって。なあ、これはある時ない時あるから、あったら絶対頼んだ方がいい、うん、手作りらしいしな、全部な。ちょっとハンバーグからでかいねこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すごい。ごちそうさまです。奈良でここだけ、ロンドンバスがある本格カフェ。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県北葛城郡河合町にあるシークレットベース城内インカフェさん。お店の前にはおしゃれなロンドンバスがインパクト大。こちらロンドンバスの横を通った奥にお店への入り口がございます。店内へ入ると開放感がありめっちゃおしゃれ。装飾や置物からこだわられているのがわかります。ソファー席もありました。天井も高く、すげえあの照明。中央のテーブルもおそらく一点物のテーブルで素敵すぎる。ちなみにテラス席もあり、こちらはペットと一緒に楽しめます。てか木の椅子すげえな、ハリーポッターの映画で出てきそう。ランチメニューはこちら、魚介とウニが入ったドリアから人気ナンバーワンのマヒン、ローストビーフ丼もある。他にも大エビやカキのミックスフライであったり、サラダやパスタ、オムライスもあり、美味しそう。ちなみにキッズプレートもあるので、お子様連れにもおすすめ。
ドリンクはコーヒーから 100% 果実のジュース、奈良のイチゴを使ったメニューまで。17時からのディナーメニューはこちら。魅力的なメニューが多すぎる。場内肉サラダや合鴨のオレンジサラダとか、奈良県産のキノコを使ったアヒージョもめっちゃええやん。アラカルトはフィッシュ&チップスとか、サーモンのカルパッチョとか、ウニとローストビーフとか、ワインに合うメニューも多くある。あ、パーティーしたい。他にもパスタも種類が豊富で、高級食材を使ったパスタから鉄板ナポリタンまでいいね。ピザもあるが、1000円前後の具沢山のピザが、これお得すぎん。おお、ハンバーガーなんかも発見。月見バーガーいいやん。なかなか家庭では出てきにくいようなメニューも豊富にあるので、特別な時間を過ごしたい方にももってこいのお料理です。スイーツもワッフルやフレンチトースト、プリンやケーキなんかもございます。ワインもチリやイタリア、オーストラリア産があり、赤ワインも白ワインもスパークリングワインまで置いてくれています。凍らせたレモンに入れて楽しむバブリーレモンスパークリングという斬新な飲み物なんかも、これも気になる。そしてビールはこちら、バドワイザーやハイネケン、コロナビールにギネスビールと、海外ビールといえばこれっていうのを揃えてくれているので、気分から上がっちゃいます。ノンアルコールもありますよ。まずおんちゃんが注文したランチメニューはこちら、マフィン。おしゃれなプレートの上に2種類のオープンマフィンが乗っており、どちらも見た目からめっちゃ美味しそうです。サラダも色合いもよく、いろんなお野菜がたっぷり入ってる。ポテトも細くてカリッとした美味しいやつです。スープもついてきて、コーンスープ、グラタンマフィンをカット。めっちゃふわふわとろっとろ、こんなん絶対にうまいやつ。ハンバーグマフィンは半熟卵がとろっと、チェダーチーズと一緒に絡まり合って、あ、食べたい。詳しい味の感想は後ほどおんちゃんからお伝え出します。タカが注文したのはこちら、ミックスフライ。こちらもお店の人気商品です。まずこれ見たらわかりますが、カキフライのサイズ感、あの大きなサイズのカキですよ。後ほどわかりますが、でかいイカフライ、そして有頭エビフライ。これカメラでサイズ感わかるかな？白ご飯と一緒に食べられるっていうのも嬉しい。それではいただきます。まずはコーンスープから飲んでいきたいと思います。飲んでみると、ああ、うまいわ。濃厚なコーンスープでスープから違いを見せつけられました。そして次は、うん、エビ大きい。手で持ったらわかるかな、この大きな迫力。ナイフでカットして持ったらわかるんやけど、身から太いのよ。これはほんまに食べないと損。めっちゃうまいねんけど、やばい。さあ続いてカキフライを食べる。うわ、幸せ。さすが海のミルク、うまい。大きいわ、カキ自体が。ナイフでカットすると、中から牡蠣のエキスがじゅわっと。牡蠣好きならわかると思うけど、あの口の中でじゅわっとくる感じの牡蠣ですよ。うまいやつです。これは白ご飯も進んじゃいますって。あ、最高すぎる。間違いないわ、もうこれ。最高やな。実はエビフライとカキフライに隠れてましたが、巨大なイカフライ。大きさにもビビったが、何よりイカフライの柔らかさにも。ナイフでスッと切れるし、これもめっちゃ美味しかった。サラダも新鮮で、いろんなお野菜が食べられて健康的だし、フライとご飯との相性も最高。エビも豪快に素手でパクッと。結構大きな口開けて食べてますよ。身がプリプリ、もう大満足すぎて感動しました。完食。いつもならここで終わるところが、すごいの来たよ。こちら14時以降注文可能の芋スイーツ、今回は特別に時間前に出していただきました。ありがとうございます。お芋の上の砂糖を焦がしてくれています。アイスと一緒にも食べられる。さあ食べてみると、やばい、お芋甘っ。芋の蜜すごい。しかもこのブリュレになってるから、上の部分ちょっとカリッとしてるんよ、うん、
これがうまいな。砂糖焦がしてくれてるな、ほのかな苦味でもほんまに全然強くない。これは2時に出て並んで食べればいいし、うますぎるわこれは。最高。まだ終わりません。ドリンクをテイクアウトしてさあ外へ。タカが向かった先はそうロンドンバスの中。現在はテイクアウトドリンクであればバスの中でも楽しむことができるのだとか。これはテンション上がるよね。バスの中にもテーブル席とカウンター席が。皆さんこのバスを見て何か気づきませんか。そう2階建てのバスなんです。階段を上がっていくと素敵なロケーションから2階にも席があるんですよ。バスやけどちょっと秘密基地感もあっていいよね。2階から見る景色は最高によく大和川や生駒山を眺められます。てかこの場所ってこんなに絶景やったんや。ということで注文したのはコトカのいちごミルク、そしてホットコーヒー。蓋を取ってますが取らずにでも飲めるコーヒーです。あうまいわ、うますぎる。うん、つぶつぶ果実、しかも甘さもちゃんとあるけどさっぱりともいただけるな。あいいね。うめえ、うめえ。苦さはあるんやけどもそんなになんかストレートにガーンと苦さが来るわけじゃなくて飲みやすいねこのコーヒー。あコクも深いね。カラメルビスケットって書いてる。うんです。うん、景色を眺めながら飲むコーヒー。身近な場所にこんなロケーションを楽しめる場所があるとは。電車を眺めて楽しんだり、橋を渡る車を眺めたり、ゆっくり時間が流れている感じです。なんか奈良の景色を見ながら奈良にいるのを忘れられる非日常空間、ぜひ皆さんも行ってほしいです。いかがでしたでしょうか。気になるお店はありましたか。奈良県は様々な雰囲気、お料理が楽しめるカフェがあります。ぜひ皆さんのおすすめカフェがありましたらコメント欄でお待ちしております。奈良コミは今後も奈良県グルメを中心にいろんな魅力を発信していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。宇田の屋竹屋さんでお世話になった北さんからのご依頼です。今回はクラフトコーラをご紹介。薬草の町宇田市の伝統的ハーブ大和陶器のクラフトコーラで健康や美容に役立つスーパーフード。女性の健康に寄り添う厳選素材を採用しててアンチエイジングにも嬉しい成分がたっぷりなんよ。うんちゃんにぴったしやね。実食。おお、甘さ控えめでフルーティー、後味すっきりで最高。これもダイエットにおすすめらしい。今だけお得なキャンペーンがあるからぜひ概要欄の方チェックしてみて。